勇敢さを、勇敢さと、なんかいかに喧嘩に自信がある、なんでこの人自信があるんだろうみたいな、背がちっちゃいのにみたいな、そういうの分かってもらいました。俺は多分今回のバリ島旅行でだいぶ分かってもらえたんじゃないかなと思うけどね。あ、こいつなんかちょっとそこが知れねえみたいなところがあったけど、あ、さらに出たなみたいな。もう出せない、もう引き出しないね今回。今回の小山慶吾の引き出しはもうないですよ、はっきり言って。まあそんな感じですけど、もう出したね、出し惜しみなく出したね。これ以上は本当にいけないよ、本当に。あんまりいけないよ。まあ、板作ればまだ一番でかい波あったじゃん。あの11メートルぐらいのやつ。あれいけるかも、あれいけるかもしれないけどね。板作ればね。板があれば、まあ、ぶっちゃけいけるんじゃないかなと思ってるね。俺はね。